広大佐は、長崎県東園木郡東園木町出身の、元プロ野球選手、プロ野球指導者、野球解説者、野球評論家。1982年、佐世保工業高校の2年生エースとして、第64回全国高等学校野球選手権、大会に出場。翌年の春夏まで3期連続で、甲子園出場を果たし、3回とも初戦を突破。 1983年3年生の春の第55回選抜高等学校野球大会ではベスト8に進出するなど甲子園通算4勝を挙げた。また同年の夏にも甲子園出場を決めた長崎大会の決勝戦ではノーヒットノーランを達成。1983年度ドラフトにて池山龍館のくじを外した巨人から2指名を受けて入団。 プロ入り2年目の1985年6月9日の対中日ドラゴンズ戦で初登板を果たし、翌1986年にプロ初勝利を挙げる。しかし、その年のオフに右肩の手術を受けたため、翌1987年1月に支配下、選手登録を抹消され、練習制扱いとなる。しかし、当時近鉄からトレードで加入した。 アリタ修造がコーナーを見て、素晴らしい投手。絶対に一軍で使い続けるべきとかなり高い評価していた。1988年、プロ初先発を務めた6月14日の対、ヤクルトスワローズ戦でプロ初完封を挙げた。この年は、先発を中心に27試合に登板して4勝を挙げた。1989年の日本シリーズではチームが3。 連敗で迎えた第4戦の先発が日本シリーズ初登板となった。その前日は報道陣の前では顔色が真っ青であったというがスローカーブなどの緩急を駆使して完封勝利を挙げた。この高田の回答は大きくシリーズの流れを変えた。両チーム3勝3敗となって迎えた第7戦にも高田は先発登板して勝利投手となり岡崎薫や後に トレード相手となる、阿波野秀幸と共に、シリーズ優秀選手に選ばれた。なお、第4戦の時は、過去に、高田が受けた肩の手術を執刀したフランクジョーブと、高田の婚約者も感染していた。1990年、自身初の規定投球回数到達を果たし、初の二桁勝利となる11勝を挙げ、巨人投手黄金期の先発陣の一角を担った。8月には、 月間 MVP を受賞。1991年は6勝に止まった。1992年は5年ぶりに勝利なしに終わった。1993年は2年ぶりに関東を記録するなど復調して8勝した。1994年は4月30日の阪神戦で4年ぶりの完封勝利を記録するなど4月は2勝するが5月以降に1勝もできず日本シリーズでも 第一戦での敗戦処理の当番のみにとどまり、シーズン終了後の11月7日に、あわやとの交換トレードで、近鉄バファローズへ移籍。コーダ自身は、成績が伸びなくなった経緯を、もともと先発ローテーションの谷間という意識だったが、ローテーションの柱の投手と並んだと勘違いしたためだと振り返っている。近鉄でも1995年は2勝。 1996年は4試合の先発で未勝利と遺跡後しばらくは目立った成績を残していなかったが、1997年に9勝を上げるなど復調し、同年のオールスターゲームに監督推薦で出場した。トレードから1996年までの時期について、コーダ自身は転換期だったと振り返っている。1999年は、 リリーフに転向して55試合に登板。大塚将軍の故障や、開幕当初は抑えを務めたカルロスバルですが、不安定だったのを受け、抑えを務めるなど5勝8セーブを記録し、最下位で苦闘したチームのリリーフの柱として、活躍した。2001年、近鉄の優勝に貢献し、日本シリーズにも登板したが、シーズン終了後の11月22日に、現役引退を表明。 高田同様に巨人からトレードで近鉄へ移籍してきた、両チームで高田と同僚だったことのある選手に、石毛博士らがいるが、高田の姿勢は、石毛らと異なり、トレードに出されたことに感謝しているという。2002年から2年間は、近鉄の一軍投手コーチを務めた。2003年10月10日に、古巣、巨人の投手コーチに就任。2004年2006年から2007年までは二軍。 2005年2008年から2011年までは、一軍を担当し、内海哲也、山口哲也を育て上げた。2011年11月1日に巨人を退団。2012年、フジテレビ1のプロ野球ニュース野球解説者、スポーツ放置野球評論家を務めた。11月6日に2013年シーズンより、近鉄で、コーチ、選手で9年間一緒だった。 石山和秀が二軍監督を務める韓国プロ野球、トサンベアーズの二軍投手コーチに就任。石山の一軍監督に就任に伴い、2014年は、トサンで一軍ブルペンコーチを務め、石山の解任に伴い、退団。2014年11月6日に、阪神タイガースの二軍投手コーチに就任。2016年からは、一軍の投手コーチを務める。 岩貞祐太は、去年の周期キャンプ時に、高田さんと一緒に投球フォームを改造し、うまく自分の体にフィットし、コントロールが良くなりました。と述べ、岩定は同年は10勝を挙げた。2019年から2020年までは再び二軍、投手コーチを務める。2021年からは、タイガーズ愛の野球解説者に就任。ありがとうございます。